まあ、今日は女神ハウスという、まあ、スペースのある、まあ、ハウスなんですけども、そこに、切り絵作家さんをお招きしましてお話をお聞きしたいと思います。こんにちは。こんにちは。すいません、自己紹介お願いします。はい、長野県須坂市在住の切り絵作家をしています。切り絵作家美穂で活動している中村美穂です。よろしくお願いします。今ちょうどあの下絵っていうんですかね、はい、切り絵の原画に当たると思うんですけども、はい、描いてますけども、はい、そのような切り絵をやろうと思った理由は何だったんでしょうか。理由はですね、もともとはあの別に事務員さんで働いていて、はいはいはい、あの交通安全協会っていうところで免許の書き換えをしてたんですけど、まあ、結婚した後に、うん、子供の時の夢を叶えたいなと思って、うん、その時洋裁しかデザイナーになりたかったの で、はい、ですぐ文化服装学院 の、 あの通信教育とか、おばが洋裁師なので洋裁師教えてもらったりとか始めた、まあ、そこから手が出るのはクラフトだったので、クラフトのいろいろイベントに出たり物を作ったりしたんです、まあ、6年近くやってて、ちょっとこれは無理だなっていうのは自分の中でも感じてて、才能ないなとか思ってて、はい、でその時にたまたま切り絵をね、あの始めたんだっていう、切り絵教室開いたんだっていう人の知り合いに出会って、はい、ああお久しぶりでした、じゃあ子供連れて行きますよって言って挨拶して、でその方のところに子供と一緒に出かけてって、で教わったっていうのがきっかけですね。でもそれから 2,3 年は作ったっきりほったらかしにしてたんですけどあ、そうですか。はい、まあ、自分の絵で作って、あの先生の初め見本はね、割と和風のやつを使ってたんですけど、まあ、そのうち自分の絵で描いて、で家に置いてたとこ見たら、私が人生いろいろ迷ってるのを友達や兄弟やみんなが知ってたから、はい、いやいやいや、これやりなって言って、この切り絵やりなって、これはなんとかなるよって言われて、で始めたのがきっかけで、でたまたま知り合って講演会で名刺交換したある会社の社長さんが、あの今度震災だからいろいろあのやってるっていうのを聞いて、あの震災であのボランティアとか、あの、はいはい、時期あったじゃないですか、はいはいはい、もうだいぶ経ちますけど、あじゃあ何かお手伝いできることありませんかって言ったら、あのあじゃあ切り分けてもらえますかって、私フェイスブックには一応載せてたんですよ、いろいろ今回これ作りました、あれ作りましたみたいな、クラフトの延長で、それとえこんなので興味あるのかなと思って、あいくらでもいいですよって言って、すぐ作ってお渡しして、でファイリングして、そしたらその社長さんが、あじゃあすぐニューヨークの方で、あのやりますので、ニューヨークのチャリティーオークションに出しますと、いきなりニューヨークとか思ってすごいびっくりしたんだけど、でもやっぱ社長さんの知り合いだから、会長さんとか社長さんとかいろんな人とか来て買ってったくださった方たちが、レストランとか、うん、その会社のオフィスとか、うん、いろんなところに飾ってくださったり、うん、第2回目の時には今度はなんかどこですか、ハワイの方のペンションのオーナーさんがもう全部買ってって、もうペンションに全部飾りたいって言って買ってってくださったり、でその寄付金はまあ1回目は全部寄付してっていう感じで、うん、2回目の時はなんか社長さんが、いやもうちょっと寄付する場所ないから、この売り上げは中村さんに送りますねって言って、送りて、いやいいのになと思ったけど、ああそうですかって言って、でそれは次の個展のための額縁を買うのに使いましたけど、まあそういうのがきっかけがあって、ああ切り絵だったら世界に出れるんだなと思って、チャリティーが始まりだったんですね。そうですね、しかも別に切り絵なんて自分の中では落書きの延長線だったので、別にこれが売れるっていうとは思ってなかったんですよ。でみんながそんなに言うほど評価されるようなものでもないしっていう、いろいろほらクラフトをやったり、まあいろいろ人生やってくるじゃない、お花やったりフラワーアレンジもあったり、池の棒やったりとか、もう料理教室があったり、いろんなことやるけど、どうもうまくいかない、犬の服作れっていうか、犬の服を作ってみたりとか、エプロン作ってみたり、帽子作ってみたり、マスコット作る、どうもこれじゃないなって思った時に、これなら世界に行けるっつって言って、そうですね、みんなが言ってくれたのがすごく、何人にも言われたのが一つと、あと兄弟に、神様は人間が生まれる時に何か一つ手に握らせてくれるって、その才能、その才能がもしもお前にあるとしたら、それは切り絵だって、まあ、小さな小さな光だけど、ここを磨いて磨いて磨いてったら、あんたの行きたい世界に行けるよって言われて、まあでもそういうふうに言われた理由ってのは、なんか苦しいなんか時代があったんですかね。まあ、いっぱいありますよね、いろいろ挫折がすごく多かったし、はいはいはい、働きに行ってもパートとか、あの事務員さんとかいろいろ働きにはいっぱいけど、あんま続かないんですよねあ、そうなんですか。なんか一つのとこに通うっていうのは苦手みたいで、長くやる、うん、どうしてもこの時間を命をかけてやる価値はあるのかっていうような考え方になっちゃったり、またちょっとやりたいことと違うなみたいなことが思ったり、
うん、そのやりたいこと始め分からなかったですが、何がやりたいのか分からないとか聞いてますかね。でもやっていくうちにできないことも分かっていく、はい、あ、これは向かないんだとか、これは自分はやってみたけどそんなに興味がないんだとか好きじゃないんだとか、うん、いうのが分かってきますよ。 あと年齢を重ねていくに、あ、できないことっていうのがはっきりしてくるっていうのは、うん、例えばマラソンの選手にオリンピックに出てやりたいって、もういいや絶対無理だろうみたいに、はい、できないこともはっきりしてくる。あ、そうするとできることで、今自分が好きなことで、かつ趣味みたいなのをどんどん仕事にしてきて、働いてんのか遊んでんのか分かんないけど仕事になっていくっていうことをしていきたいっていうのが一つ目標にあったので、今はもう原画も素晴らしい、こうよくこれ描けますねこれ。いやいやいや、で才能ある人に言っちゃ怒られちゃう。いやいや、でも子供の頃って絵もずっと美術部に入ってたり、うん、あの高校も短大美術部にいましたけど、これで食べてくっていう発想はやっぱなかなかないですよね、うん、絵描きぐらいしかアターチの時代って思い浮かばなかったし、うん、漫画家っていうのともちょっと若干違うしって思った時に、あ、やっぱ無難に事務員さんとして働く方がいいかなと思って秘書課に行ったんですけど、まあそれで、まあこの絵が何かになるかって言ったら、イラストでもダメ、版画でもダメ、まあいろいろやってみても、油絵でももちろんダメとか、いろいろやってきて、ああこれは食べていくには難しいっていうのがあったから、切り絵にしてすごい初めて綺麗になったっていうか、ここにありますけど、切り絵ってただこういうふうに例えば切っても、例えばこれイラストなんですけど分かりますかね、こういうふうに、これは白い台で、こういうふうに切ったとしても広げるとすごく綺麗なんですよね。こうもう全く違うものになると、イラストとは。ほうほうほう、初めてなんかこう、そうですね、そう、こう自分のイラストっていうか絵が生きた場所になったっていう。版画でもダメだし、絵でもダメだし、はい、イラストでもダメだしっていう、うん、やっぱりただ好きなだけじゃ仕事にはなっていかないので、やっぱ世の中の人が認めてくれないと。絵っていうのは本当にもう描き始めるときにもう構想ができてるんですかね。場合もあるし、なんとなく落書きで時間潰すだけのために書いてて、それ結構うまくいったっていうの。これなんかまさにそうです。はいはいはい、これは本当元の絵はね、これの半分の半分ですから、これぐらいのところにちょっと書いてたんですよ、たまたま。はいはいはい、これぐらいちっちゃい紙にちょっとちょろちょろちょろって書いたら、すごく綺麗なラインが書けたので、あ、これはいいなと思って、これですけどね、はい、はいはい、書いてたら、これは原画ですけどね、うん、元は本当にその上半身の部分だけをちょっと端っこに描いたのを、あ、うまく描けたなと思ってどんどん足してって。なるほど。その場合っておかしいですよ、ここら辺までしか紙ないのに描いてるじゃないですか、これまでに。あ、うまく描けたからもうちょっと描きたいなと思って、この下にセロハンテープでピッて貼って、こういうつなげてあるんですね。いや、なんその時はね、あ、時はね、時はね、あとは普通にこうやって描きますけど。でも同じものって二度と作れない感じするんですけど。ああ、そうですね、でも下絵は一応なるべく残してるので、あの複製品っていうんですか、同じもので欲しいっていうお客様には、うんうんうん、あの作ってあの販売をしてますね。アイデア的にはこういうその書きながら、まあいろいろとアイデアが出てくると思うんですけども、はい、なんかヒントになるものってのはあるんですか。ヒントですね、割と素朴ですよ、草とか花とか、あ、そういうものだとか、あとはあのウィリアム・モリスとか大好きなんですけど、うん、アルフォンス・ミシャとか美術館とかにやっぱり行くとか、そういう人たち あの描いた絵とかを見るとか、うん、まあ、イメージがね、スタですね、こういうね、こういうとこ、スタなんですね、これは。あと和風のものだと なんていうの、水墨画みたいのも好きですし、はい、あの日本画も好きなので、歌舞伎とかのああいう、はいはいはい、ああいうのもいますね。なんかあのテーマをこう与えられて、お客さんにこういろんなその作品を作るなんてこともたまにはある。 ありますね。ここにはこっちがそうですけど、お客さんっていうか、これは雑誌社なんですけど、毎年年賀状データ集っていう年賀状の本をね、やってるところで依頼を受けて作ってるんで、これ絵刀の今年、はいはい、虎ですね。でこれはもう雑誌になっても販売されてる方なんですけど、原画は返ってくるので。なるほど、なるほど。あともう何点かある分は今郵便局の村山郵便局って方で飾って今展示してます。へ、あ、なんかいいことがあったんですよね。ああ、そうなんですよ。たまたまここの女神ハウス主催の講習会みたいのがあって、うん、あの講演会っていうんですかね、あのなんか県外から来た先生が、あの引き寄せの法則っていうのをやるんだよって言うから、ああじゃあ出るねみたいな形で、まあ、いつもみたいにゆるく出て、でお話しして、でその先生がいろいろこう後日またセッションもあるから申し込みできるよっていうので申し込んでして、ちょっと2人でズームでね話したりしたら、
で、あなたはね、もう世界に絶対悪いからすぐに出てきなさいって、ヨーロッパに行きなさいって言って、そうなんですか。もうかなりドバイ経由で必ず行きなさいって言われて、とか思って、まあでもその先生と話して、なんか自分の中の、あ、これじゃいけないなって思った時だったので、もうちょっと仕事のやり方とか、心構えを変えようと思ったので、やっぱ自分が変えようと思ったら仕事が一気に来ましたね。どのようにいやもうなんかいろいろ断ってたのもあるんですよ、はい、あこの仕事は難しいからとかこれはちょっととか、はい、自分の書きたいのじゃないからとかああそうなんですかでもそういうこと言ってるといつまでたっても進歩しないのでちょっとそれをやめようかなと思ったら、うんまあ、ちょうど飯山市にあるカフェのオーナーさんがここにねちょうど講習会やっぱり一緒に出て男性の方でしたけど、うん、出ていやちょっと依頼したいなって初めて私の切り絵を見て、うんまあ、たまたま写真撮影 の, 講習会だったので私自分の切り絵を持ってきて写真の撮り方ってのを教わったんですけど、うん、そしたら「いや依頼したい」って言ってそれが不動明王と愛禅明王っていう、うん、普段だったら多分私断ってたなと思いました。ああそうなんですか、うん、男性の切り絵とか神様の神仏の切り絵ってやったことないので、うん、女神様だったらいいんだけどあそっか男性でもまあ、切り絵でどこまでできるかなと思いますけどかなり作り込んで、うん、作れるようになりまして、まあ、相手の方もまあまあなんか気に入ってくださったようなのでご連絡いただいてどんどん宣伝してくださいって言われましたね。将来どうですか？どんな夢があるんでしょうか？将来ですか、はい、なんか知り合いからモン・サン・ミッシェルって美術展できるんだよって聞いたから、はい、もし叶うんだったらモン・サン・ミッシェルで美術展やったりあと自分の切り絵から、はい、生地を作って今こうドレス着てますけどこんな感じのとかこれもありますよねこういう感じ今バッグを作りましたけど、はいはいはい、同じ柄ですかね今同じ柄ですね違う柄のはこっちですね見るかな、はい、おこれリアルファブリックっていう、はい、サイトがあるんですそこに生地の登録をしてあるので一般の方でも買えます、はい、はいはいはいまあ、自分でこうやって生地をデザインをしてるのでこういうふうにからデザインした生地とかでファッションショーとかできたらいいなとかなるほど近いところではファッションショーやりたいですよねその自分の切り絵からできた服とか、はい、あるいは自分がデザインした服とか、はいはいはい、うんそれやりたいな今後の予定は何かもう決まってることはあるんですか今後の予定は、一番近いところではそうです、ね、あフランスの方でショーフランスと日本の合同展で賞を取ったので4月からフランスの、パリで販売されるので、はい、それが一番近いのとあとはアップルミュージアムっていう伊豆名高原のところにあるんですけど、はいはいはい、サンクスゼールの近くにあるそこで4月3月から4月の1ヶ月間かな合同店で私は4店ほど出店する予定合同店なんですねそう個人店の方が11月に決まってますのでそれどこでそこもアップルミュージアムで、うん、11月は個人店でやりますね素晴らしいはいありがとうございますぜひ夢に向かって頑張っていただきたいと思いますあはいありがとうございますどうもありがとうございました。